ナルミ・マキコは、日本のメゾソプラのコントラルト歌手。ジュリアード音楽院に留学、世界的なキャリアを期待されていたが、2002年南部肉種のため、33歳で死亡した。1969年青森市に生まれる。県立青森高等学校では吹奏楽部で、フルートを演奏した。1987年から、岩手大学教育学部で学び、バッハの指揮者。 声楽家としても著名な佐々木正都氏に指示、初めて本格的な声楽のレッスンを受ける。また、岩手大学合唱団の学生指揮者も務めた。1991年、東京芸術大学音楽学部に入学、井原直子に指示。学外で発声法を磯貝静江に指示。東京芸術大学では、バッハ研究会に所属。また学内オーディションに合格して、 芸大メサイヤ、芸大定期演奏会バッハ、ロタン超ミサ曲、メンデルスゾーン、エリアなどの独唱を務める。鳴海マキ子の真の実力を真っ先に評価したのはアマチュア音楽家であった。メゾ、アルトといった地味なパートであるにもかかわらず、観客や共演の合唱団に圧倒的な感銘を与え、評判を呼び、数多くのアマチュア団体と共演した。 また自らアマチュア合唱団の指揮もした。1997年から東京芸術大学大学院の修士課程を休学してロータリー財団小学生としてニューヨークのジュリアード音楽院でベバリー・ジョンソンに指示。さらにジュリアードオペラセンターで研修を積む。鳴海茉貴子の才能はニューヨークで大きく花開く。渡米翌年、1998年夏の コロラド州アスペンのアスペン音楽祭では、ベルディ、ファルスタッフのクイックリー夫人役で、オペラデビューを果たす。また、1999年夏のアスペン音楽祭では、同音楽祭50周年記念移植作品、ベルナルド・ランズの歌劇、ベラ・ドンナの主役を、またワーグナー、神々の黄昏に、フロースヒルデで出演した。1999年2月には、 ジュリアード・オペラ・センター主催によるブリテン、ルクレティアの両軸でタイトルロールを演じた。1999年5月ジュリアード、声楽コンチェルトコンクールで優勝し、1999年9月にマーラー、リュッケルト歌曲集をジュリアード・オーケストラと共演した。また、メトロポリタン歌劇場主催の全米コンクール、準決勝入賞、1999年リチア、 アルバネーゼプッチーニ財団国際声楽コンクール第2位に入賞した。ここまで、渡米2年での活躍としては出職であるが、翌2000年からのナルミマキコの活躍は、さらに加速する。2000年5月シンシナティ公共楽団のシンシナティ5月祭において、マーラーの公共曲第8番のアルトドクショーを務める。また、同年7月タングルウッド音楽祭では、アメリカの若手音楽家にとって、 最も重要な全米オーディションに見事合格、小沢誠治の指揮で、ベルリ、ファルスタッフのクイックリー夫人役に出演。ボストングローブ氏はバリエーションに富んだ豊かな声とその演奏を高く評価した。同年8月はスペン音楽祭で、プッチーニ修道女アンジェリカのプリンチペッサ役に出演。さらに、同年9月には、シュトガルト歌劇場で、モンテベルリ、 ポッペアの体感にアルナルタ役で出演した。2001年4月にはジュリアード・オペラ・センターでプーランク・カルメル会修道女の対話のクロワシー役で出演した。この時期の日本での活動は1999年と2001年に東京でリサイタルを開催。2001年には東京フィルハーモニー交響楽団定期演奏会でストラビンスキー。 夜泣きウグイスの指針役、また、東京 JS バッハ合唱団などのアマチュア団体の公演にも出演。2000年の第9回定期演奏会では、バッハのマタイ受難曲第39曲アリア、アーバルマディッヒ、マインゴット王隊、圧倒的な感動を呼んだ。1999年3月には、東京芸術大学大学院の修士課程を修了している。 2001年8月、すでに常連となったアスペン音楽祭で、ベルディ、オテロのエミリア役に出演中、足に激痛を感じ、公演終了後緊急入院した。診断の結果は南部肉種であった。その後ニューヨークで先進的な治療を受ける。2001年12月、病を押して、ジュリアド・オーケストラとマーラーの公共曲、第2番、復活を共演。 2002年1月マリリンホールの公開レッスン。さらに3月22日ニューヨークのオリンホールで、ブラームス、アルトのための2つの歌をパス。91を歌い帰国。2002年4月30日、神奈川県相模原市、北里大学病院で死去。去年33。2002年10月には、世界的な中国人の作曲家、ン立テのオペラ。 t の世界初演に出演することが決まっていた。ナルミマキコの早すぎる死は特にアメリカで大きな反響を呼んだ。ジュリアードでの追悼式のほか2002年夏のアスペン音楽祭の公式プログラムにはナルミマキコの追悼文が掲載された。2006年5月、ジュリアードでナルミマキコを記念するナルミマキコ賞が制定された。ありがとうございます。